ラブナ遺跡のアーチ。フレデリック・キャザウッドがチチェン・イッツア遺跡の二層院の一部。フレデリック・キャザウッドの石板がカバー遺跡こず、ポープ神殿壁面に見られるチャックの面。フレデリック・キャザウッドがマル遺跡の二層院の一部。フレデリック・キャザウッドの石板がプーク式はユカタン半島北部で古典気候期から。 五個天気にかけて成功したマヤ文明の建築様式の一種。プークとは、メキシコ、ユカタン州からカンペチェ州北部に、南東方向に連なる丘陵について、マヤ語の一つ、ユカテコ語で、そのように呼んだことに由来している。プーク式の特徴は、丹念に仕上げられた切り石にあって、装飾の施された建物の基部について、長方形で平坦に基調面に仕上げられた石を、 通路部分を除いて隙間なく積み上げる一方で建物の屋根部分には複雑に入り組んだモザイク状の装飾が施されるかしばしば丹念に何かの形を彫刻した幾何学的な要素を繰り返すかといった形をとる多くのプーク式の建造物には長い花を垂れ下げた甘紙着の顔が見られる最も有名なプーク式の建造物は牛丸一石の二層や 総徳の館、そして一面のチャックの顔で知られるカバー遺跡のコズポープ神殿などである。ウシュマルの建造物はフランクロイドライトの建築にも影響を与え、博物館、明治村に残された旧帝国ホテルのデザインに見事に応用されている。その他、ラブナー遺跡のアーチ、サイル遺跡の宮殿などが挙げられる。るか南東方向にあるエズナ遺跡には美しい、 五層の神殿が見られ、地点一愛石にもいくつかのプーク式の建物が見られる。なお、プーク様式とトルテカマヤ様式の建造物は、前者が古く校舎が新しいとの時間的な格差があるとされていたが、建築や土器の湿度状態にほとんど新旧関係が見られず、むしろ同時閉尊であったことが判明している。ありがとうございます。